ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ、講演家の宮崎文孝です。今日は2024年、4月の27日土曜日です。今日も行っています3冊シリーズであります。本の3冊シリーズ、その第3弾が、今日が人生最後の日だと思っていきなさい、ホスピス医小澤武俊さん。いやー、今日が人生最後の日だと思っていきなさいって、なかなか厳しいような言葉ですが、その本の第4章、2800人を見とって分かったこと。おお、すごいですね。2800人、使命感を持って進むとき道は開ける。使命を持つと将来の不安が消える。自分の良心に耳を傾け、命の答えを探す。というね、今日のテーマであります。もしかしたら皆さんの中には、やりたいことがあるけれども、先のことが不安で踏み出すことができないと思っている人がいるかもしれません。しかし、人が使命感を持って前に進むとき、多くの人から救いの手、自分を支えてくれる手が、差し伸べられ、思いがけず道が開けることがあります。実は私はこの年に開業しようといった確固たる目標に基づいて、めぐみ在宅クリニックを開業したわけではありませんでした。10年以上続けた病院のホスピス病棟の勤務医という就業形態と、もっと人生の最終段階の医療に関わる人材の育成に取り組みたいという希望との折り合いがつかず、病院を退職せざるを得なくなり、急遽開業を決めたのです。当然のことながら、それまで準備など全くしておらず、私にあったのは地域に根ざした緩和ケアを行わなければという使命感のみ。しかし、たまたま条件のいい物件に巡り合い、病院勤務を続けながら限られた時間で準備を行い、4ヶ月ほどで開業にこぎつけることができました。さらに開業から4年目には、今後在宅緩和ケアを学びに来るスタッフが増えることを考えると、人材育成の拠点としてもっと大きなテナントが必要だと思うようになりました。すると、最初のクリニックのすぐ近くに、金額以外の条件が全て整った最適な物件が出ていたのです。その物件は県道沿いの土地付きの建物で、元は自動車のショールームでした。周囲の人たちはみんな在宅ケア専門のクリニックにそんなに広いスペースは必要ないと反対しましたが、私に迷いはありませんでした。面白いもので、この時も懸念していた問題が次々とクリアされ、道が開けていきました。結局私はその物件を取得してリフォームを行い、クリニックを移転しました。莫大な借金を抱えることになりましたが、全く怖くはありませんでした。私にはこの仕事をするのは私の使命だという思いがあったからです。またこれまで看取りに関わった患者さんたちが味方についていて、信じた道を邁進できるように常に見守って背中を押してくれている、そんな感覚もありました。なお、移転した途端、全国各地から志を同じくするスタッフたちが集まってくるようになりました。案ずるより海が易しということわざがありますが、使命感を持ち、大事な人たちに支えてもらっていると思えた時、不思議と道が開けたり、自分では思いもよらない力が湧いてきたりすることがある。それが私の実感です、と、ね、使命感を持って進む時道が開ける。使命感、そうですね。私もいろんな8つぐらいのいろんな活動をしてきましたがね、まあ、それぞれに使命感はありましたがね、でもいろんな困難をぶっ飛ばすような力強い使命感があったかどうかというのは、まあいろいろ考えるところがありますね。まあ一つは仮想坂手に届かれ、後に坂手塾とか言いましたが、その会はこの、スタッフというか仲間がね、やっぱりそういう使命感に燃えている人が多かったです。そして、まあ、講演に行くと、講演に行くと先の
町づくりやっている人がね、またこれがすっごく使命感に燃えてるんで、それに感化されることがありましたね。こっちが話しに行ってるんだけど、私のモチベーションよりも向こうの使命感の方が、うわー、使命感の方がすごいなと思って、その使命感のあるようなエネルギーをこちらにまたもらいながら、もらってを次にまた公園に行くというようなことでね、まあ、こういう使命感のどうですか、生のこの感覚という交流というか、人との出会いというか、まあ、それがありましたね。これは恵まれていましたね。やはりあのその町に行って、まあ、町おこしの話などしても、この町で町が起こるかどうか、何か変わっていくかどうか、今、まあ、そこに行って話してみると、その集まってきたスタッフというか、向こうのメンバーというか、それの、まあ、まあ普通はやる気でやる気と言っていたんですが、やっぱり使命感ですね。自分の町を守っていくんだという使命感、まあ、そのやっぱり強いところは、やはり何か変わっていって起こっていって、物事がいろいろ展開するんですね。変化が起こるんですね。うん。まあこの使命感というのは、その人の心に入っていってみないとわからないところもありますがね。でもまあ使命感を持っている人はやっぱり外になんかそのオーラというんですが、そんなのが発揮されますよね。うん。まあ特に高齢者になってから使命感を持つことができたら、やはりそれがこの高齢者から光り輝く高齢者になる一つのヒントにはなりますよね。使命感を持っているかどうかというのをね、自分に自信に問うてみる、こうですね。やっぱり使命感を持つような何か、仕事というか物事というかイベントというか、何かそんなものをやっぱり一つ持てばね、高齢者、光り輝く高齢者になることができるんじゃないでしょうか。そして使命感を持つと、やっぱりモチベーションがガーッと上がってきますよね。上がった志というか、その燃えるものが強烈な燃え方してくるんじゃないでしょうかね。今日は高齢者にも使命感を持つ、そしてモチベーションを上げようではありませんか。ごきげんよう。